そしてですね、3代目の活動としましては、まあ、ライブ続きでしたね。金土日金土日毎週 3days、名古屋大阪福岡ですかね。で、まあ、大阪終わった後、まあ、一瞬ね琵琶湖行ったろうかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとそうグッと我慢して、はい、ね、母校のキャットミュージックカレッジ専門学校、まあ、僕のダンスのね、まあ、2年間行ってた専門学校の方に、まあ、ちょっと行きまして、で一緒にレッスンやったりとかいろいろ話したりとかしたんですけどね、まあ、あそこにはもう何も変わらない、いつも通りのキャットがあってね、なんか嬉しかったんですけども、まあ、10歳ぐらい10んもう後輩やから12、3歳ですか、若い子だと18の子もいるかな、19、まあ、卒業してすぐ入ったりとかねいるんですけども、まあ、みんなそれぞれダンス好きで入ってきたと思うんですけども、まあ、今年もキャット生から USJ ダンサーが6人ぐらい受かったって言ってたかな、ね、で僕行った時はちょうどリハーサルでいなかったりとかしてて、でもね、まあ、同じようにパレードダンサーとして、卒業生になったらいるということで嬉しかったんですけども、まあ、みんなね、やっぱりダンス好きで入ってきた生徒たちなんで、まあ、卒業してねいろいろ、まあ、地元帰ったりとかインストラクターやったりとかいろいろ決まってると思いますけども、ダンスって人口が増えると同時にね、なかなかいろいろ食っていくのがね正直大変難しいと思うんですけども、こっからが勝負なんで、みんなのなんか頑張ってほしいなということで、まあ、ちょっとねレッスンさせてもらったんですけどもね。でその後、まあ、福岡終わりまして無事、まあ、前半戦といいますか、メトロポリスの、まあ、後半戦もあるんですけども、ひとまず無事終えたということで、まあ、みんなでねちょっと打ち上げして飯と、まあ、お酒も飲んでね楽しかったんですけども、その後ボーカル、なぜかよくわからないですけどボーカル2人、まあ、リュウジとオミと俺と3人でラーメン行って、いや、なんか打ち上げ行った後、たらふくもつ鍋、もつ鍋っていうか、まあ、鶏鍋食ったんですけども、その後に、なんかラーメン行こうみたいな、リュウジが誘ってきて、まあ、ボーカルのね、誘いは断れへんな、ちょっとね、俺も腹パンやったんです、マジで。マジで気持ち悪かったんですけど、いや、まあ、リュウジとオミが誘ってきて、そら俺断れへんな、嘘で、ねえ、うん、まあ、行ったんですけどもね、まあ、きっちり怒らされて、オミに関しては俺財布持ってへんからとか言って、いやお前持ってこいよと思ってあいつね確信犯ですね、確実に、まあ、ケンちゃん年上じゃんみたいなそういう一言で済まされるんですけど、ええよもちろんラーメンぐらいおごったるよと、ね、きっちりビール前飲んでみんな美味しくいただいてね、福岡やっぱご飯美味しいですね、最高ですわ、うん、初日、前日かな、前日移動だったんですけど、僕ちょっと仕事で遅れて一人入ったんですけども、まあ、みんな飯場他のとこ行ってたんで、後から合流だったんで、もうだいぶ飯が終わっている頃だったんで、まあ、それちょっと迷惑かからなということで、僕だけ違うお店行ったんですけども、僕とマネージャーと、まあ、3人で行ったんですけども、そこも美味しかったですね。もつ鍋。高月さんですよね。高月さん初めて行ったんですけども、なかなか美味しかったんで、もし福岡行った時は、はい、寄ってほしいなと思います。確かサイン飾られてると思います僕の一応書いたんで、はい、下のあれ飾られてへんとショックですよねあれ俺書いたんけよなみたいないや、お店めちゃくちゃサイン飾ってるとこあるじゃないですか、ラーメン屋とか、いやなんか俺らた、まあ、普通にフラット、僕フラットに行くんで、あ結構有名店なんやと思って入って、声かけられずに帰るときちょっと寂しいなっていう一応ね、うん、一応芸能人やってるんですけどみたいな、うん、全然気づかれずに帰るときもありますけど、まあそれはそれでいいっすよ、知らない人もね、いっぱいいらっしゃいますから、まだまだ頑張らなあかんなという、はい、頑張っていきましょう、はい、あとニューシングルハッピー3月8日発売ということで、PV も解禁になったんでね、まだ見られてない方はぜひ見てほしいなと思います。